久保さん、今回従業員の給料にしましょうか <laughs>。いや、これはね、まあ永遠の、まあ、久保さんと僕のやりとりの中で、まあ一つ、まあ、大きな共感があるんじゃないかなと思うんですけど、お金のためにうちの会社は、あのー、やってないんだよと。ね。多くの人に喜んでもらえればそれでいいじゃないかと。だから売上は気にしてないんだと。 だから今月の売り上げも上がらない。来月の売り上げも上がらない。つまり給料はない。でも君たちと、お客さんの笑顔があれば、愛があればいいじゃないか。給料はゼロだ。た、まあ、多分ね、やっていけないですね。<laughs> <laughs> 社長みたいな。社長家族が飯食わせていかないといけないんです。みたいなね。<laughs> うーん。 まあ究極論を言ってしまうと、もしそのお金に対してああだこうだ言うんだったら、給料もらうなって話ですよね。あ給料もらわず、一生働いてくださいと。もしあなたが給料もらわず、一生働けるんであるならば、あの、あの、いいっすよ、みたいな <laughs>。でも僕は給料もらいますけどね、と。僕はお金が必要なんで、電気代もガス代もちょっと払わないといけないから、僕はその役員報酬もらいますと。 あなたたちはそう思うんだったら給料はゼロで働いてくれますよねと一緒 <laughs> だからそのお金は僕はあのなんかね必要だと思うんですよね、うん、だって必要な世界に生きてるんだから、うん、ガス代を払わないといけないと水道代を払わないといけないという世界に生きている以上お金は必要なんですよねだけどなんかお金の話をするとですね なんかまあそういうふうに何すかね気嫌いする人が非常に多いんですよねうーんだからやっぱそのお金にまあ僕はビジネスしてるので何すかね毎月給料をこう入ってこないんですよだからまああといろんなお金に対しての苦労もしてきたので なんかお金のありがたみだったりとかお金の大事さっていうのは多分人よりかはねすごく認識しているので認識しているからこそお金くださいとその代わりお金もらう分ちゃんとサービスは提供しますよとだからそのなんですかねうーんなんかそのお金に対しての責任ですよねうーん多分ねうーん 給料が少ない人っていうのは多分その自分のお金をもらうものに対しての責任があんまないんじゃないかなと思うんですよね。うん。多分従業員の人でね。いやこれだけ、 これだけなえ何千万こ、今月は何千万何億会社に貢献したんで、給料これ,くがこれだけくださいっていう人は多分いないと思うんですよ。要は自分の仕事に責任を持って、しっかり結果を出して会社に貢献しました。だからその分正当として給料くださいっていう人は多分少なくて、なんか適当に、適当って言うとあれかもしれないですけども、あの、まあ、仕事に責任がないというか、まあ、見てないからいいんじゃねみたいな。サボろうぜみたいなね。 まあ、それでも給料入るしね <laughs>。うん。だから、あの、ですかね。いや、吉田さん、僕は仕事頑張ってるんです。うん。頑張ってても、その頑張りが売り上げに上がってなかったら、まあ、あの、会社潰れますんで <laughs>。だから、その、兵藤会長がね、あの兵藤会長の名言が、誠意など、あ,かあの、金を返すとか、そこに対して誠意などない、ないと。 もし誠意などがあるとするならば期日までちゃんと返すことが誠意だと誠意,誠,意誠意があるんだったらねうんだ給料をもらう誠意があるんだったら給料以上の働きをしてるのかしてないのかっていう、うん、ことですよね <laughs> もちろんその職種によってはですよあの目に見えないというか数字として目に見えないお仕事もたくさんありますのでただそれはそれで まあ例えばその,その人材がいることによって会社の雰囲気が良くなる会社がより良く回る環境が良くなるあの会社のためにいろんなことを考えて改善してくれてるっていうことであるならば数値としては見えないけれどもまあねあの上司がねあこいつがいるからあの会社が良くなったっていうねまあ評価してくれてまあ給料上がったりとかするだろうしうんまあそういうそのね えっと、会社にもし就職していないんだったら、それは会社が悪いので、まあ、会社変えるしかないし、まあ、それも自分の選択でできるわけじゃないですか、自分の責任でね。うんまあ、そこの上司が自分の働きを正当に評価してくれないっていう会社を選んだのは結局誰ですかっていう話で、自分なわけで。まあ、それはそれで、まあ、会社や変えればいいですよね。だ、うん、からやっぱ責任なんですよね、お金っていうのは多分。 うん。そう。多分お金はね、責任だと思いますよ。うん。お金をやっぱもらわないっていうのは、やっぱね、責任がないので、あんまりね。うん。お金をもら、ま、あ天秤にかけたときにお金をもらった時の責任と、お金をもらわない時の責任っていうのは、やっぱ違うじゃないですか。うん。そう。 だからお金を稼ごうとお金を稼ぐという責任ですよねお金を生きていく生き生き生きる生きるというあここ多分こうだな生きるという責任に対し生きるというこの世この世のお金が流通するこの世の中で生きていくという責任を果たすためにはお金を稼ぐ責任がイコールでついてくるってことですねうんこのお金が流通する世界で生きていくっていう ことを選ぶだったらその選んだことに責任があるしじゃあ生きていく責任イコールお金を稼ぐ責任があるということですねまあね水道ひねったら金かかりますしね電気代電気代もね上がりましたからねそう電気代も上がってますからねどんどん、うん、大変ですよ稼がないと言ってらっしゃい